こんにちは、直樹です。今ですね、ベイカーズフィールドというところにおりまして、ロサンゼルスから200キロ離れたところにおります。なんかですね、色付きボール投げる大会があったんでしょうかね。で、私が来たのは、ちょうど目の前にコスプレした人がおりますけども、バクコンというところに行こうと思っております。それにしても楽しそうですよね。なのでですね、周りはですね、こんな感じでコスプレした人とですね、カラーボール投げ大会で終わった人たちがいるわけですね。今日はですね、バクアニメというですね、そのアニメの、よくある、コミケみたいなもんですね、があるんですけども、これはちょっと面白いのでですね、話ちょっとずれてしまうんですが、ここに行ってみようと思います。なんかカラーボールとか投げてますよね。これ私には投げないでほしいんですけども、まあ大丈夫だと思いますけどね。あれを投げればそれ汚くなりますよね。これ今日マラソンだったんですね、5キロ。色のついたものを投げながら多分走るイベントだったんですね。これもすごいイベントですよね。これは楽しそうですね、本当に。できればですね、来年これに参加したいと思います。サラミラと5キロ近いですね。はい、ただこのイベントですね、ロサンゼルスから200キロ離れておりますので、かなりですね、来るの結構大変なんですよ、200キロ。もうだって日本って言ったらどれくらいだろう、東京から静岡くらいまでかな。アメリカのですね、まあ、田舎の方なのでですね、やはり規模としてはですね、この体育館一つなので、まあ、小さいですよね、他のイベント会場に比べると。で、こういうふうに自分で描いた絵とか売ったりしておりますね。あとはやっぱり絵画ですね、同人の絵画ですよね。このイベントは比較的コスプレした人は少ないですね、他のイベントに比べると。ここではぬいぐるみを売ってますね。まあ、場所的にはですね、田舎方面なのでですね、まあ、こういうイベントもないからですね、やはりここら辺の周りでアニメの好きな人とかはやっぱり来るのかなって感じはします。何やらですね、もう一つの体育館もあるみたいですね。で、なんだろうこれ、岡本キッチン、日系の方がやってるんでしょうかね。ちょっとこっちの方に移動してみます。体育館の中入ってみたら結構こじんまりしてますね。で、ここの外回りの方にちらほらお店が並んでる感じですね。なのでちょっとここの外回りも映してみますね。で、外回りをこうやって歩いていくと、ゲームデモンストレーションエリアってなってて、カードゲームされてますね。で、ストームトルーパーおりますけど、ここのエリアはゲームエリアですね。外周はこんな感じですね。あとはさっきの入り口に戻っていきます。この人の絵は綺麗ですよね。アメリカンチックなタッチにはなってますけども、それでもうまく、とてもうまく描けてますね。子供のチャンバラですね。午後になってですね、結構人が入っております。これが同人の絵で、あっちが T シャツですね。で、こちらがキーブレードとか売っておりますね。で、こちらも同人の絵で、で、こちらが K-POP みたいですけど、誰もいないですね、K-POP。 はい、あとはエリザベス、先ほど撮らせてもらったエリザベスがいて、
このベイカーズフィールドという場所はですね、ロサンゼルスから200キロと言いましたけども、北に200キロなんですね。だからちょっと今でもですね、肌寒いんですが、こんな感じでですね、梅の花ですね、見ることができます。なんか久しぶりに見たかなって感じはします。まあ、桜はですね、ロサンゼルスはですね、暑いので見られないんですが、梅だとですね、このベイカーズフィールドでも見られるようです。この列はちょっとなんだかわからないんですが、午後になったら相当の人が集まりましたね。でこれは先ほどの、岡本キッチンってところですね。ここも列を作っております。今日の動画はですね、これで終了にいたします。私ですね、その他にもですね、海外の動画作っておりますし、ゲーム実況もしておりますので、よかったら、見てください。またですね、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではおやすみなさい。